見てくれた人っているのかな。いる。中国行きたいっす。あっつ。僕マヨネーズが一番好きです。いいよ。ん？中国のおかゆ美味しいっすよね。うまい。野菜三品そうします。僕肉食なんで、あと何しよう。それじゃあ作っていきます。まずは野菜をカットします。どのぐらいだろうな、まあ、火が通りやすくていいんで1センチぐらいでいいかな。パプリカ美味しそう。慣れない包丁怖いなよいしょ。これもだいたいこんなもんかな。きさカリフラワーどうしようかな。これね、頭落とす人いるんですけど、ここの硬いところだけ落としちゃえば全部食べれちゃうんで。あ、美味しそう。ちょっと高いフルーツトマトってやつなんですよ。これ1個で120円とかするんですけど、このまんまで美味しいです。ちょっと火通すのもったいないぐらい。はぁ、贅沢。これは後で温野菜にします。芯あるかな。このぐらいだったら別に芯取らなくても大丈夫です。牛乳でニンニクが柔らかくなるまで。次はスープ用のトウモロコシをばらしていきます。本当はカツラむきって分かりますか。中国の人カツラむきって分かんのかな。こうやって包丁技術に自信がある人はこうやってやるとすっごい綺麗に取れます。僕自信がないんで、コーン落とすとき大体こんな感じでやってます。あ、また別の日に使います。芯ごと身と一緒に。お水をだいたい 200cc ぐらい茹でます。5分ぐらいかな。で、これ沸騰してきたら蓋をします。後ほど。あと何しよう。パスタの準備しますか。皮が口に残るんで出しちゃいます。皮だけ。皮好きな人はもうそのまま叩いちゃっても全然美味しいです。めんつゆこんなもんかな。オリーブオイルもう1滴ぐらい和えときます。マヨネーズも大さじ1ぐらいかな。トウモロコシ沸いてきちゃった。こんな感じです。あ、いい香り。香りが伝わんないのかな芯を入れるとすごいトウモロコシの香りするんですよ。お砂糖もトウモロコシが甘くない時は半分ぐらい入れるんですけど、今日は甘かったんでそのまんまいきます。牛乳あっつ。よいしょ。コーンの粒の皮とか粒々が気にならない人はこさなくて大丈夫です。こんな感じです。美味しそう。結構これポイントです。このまんま冷製で飲んでもいいですし、温めるときは1回だけ温めて飲んでください。これ急激に冷やすことで旨味が逃げないし、そのまま飲むより全然味が違うんで、このニンニクを取り出しちゃいます。 OK。 これちょっと一回洗っちゃいますね。生クリームを温めます。一体どんぐらいだろう。 50cc ぐらいかな。うわ、固まってる。どうしよう。固まっちゃってた。こんなもんすかね。中火でアンチョビ刻んどきます。 OK。 これ1尾か2尾お好みで。今日は
しょっぱいの食べたいので2尾入れちゃいます。ちょっとカロリー高いですけどね、多分せっかく野菜食べてんのにっていう。これニンニク入れ忘れてました。ちょっと今からすります。生だとかなり香り強いんで、このぐらい小さじ4分の1ぐらい。うまい。ハオツスペイン語だとリコ、ムイリコ。大体大さじ1で 15g ぐらいなんで、このぐらい入れちゃいます。この例えは日本人にしか分かんないかもしれないですけど、ちょっとしょっぱいお味噌汁ぐらい。今日は冷製にするんで、表示時間の2分ぐらい長めに、今日は8分ぐらい茹でます。ちゃんと測らないです僕。何分ぐらい経ったかな短くしとこう適当だな本当。でもね、料理は適当でいいんですよ本当に。本当は料理できる人これ片付けながらやるんですけど、僕最後にまとめてやっちゃうんですよ。もうちょっとかな。スープ良さそうだな。お玉して。だいたい 100cc ぐらい。ちょっと危ないんで気をつけてください。こっから1分で大丈夫です。あっという間でしょ。お、ナイスタイミングでなった。開けますよ。ちょっとこんなんで大丈夫です。美味しそうじゃないですか。これで OK です。これちょっとまあ冷ましときます。このまま冷水で締めます。よいしょ。あえます。ちょっと斜めになっちゃった子は。これで出来上がり。バーニャカウダを盛り付けます。はい、じゃあ最後にスコーンを作っていきたいと思います。手順としては、最初に170度にオーブンを予熱しておいてください。その間にこねちゃいます。これね、今日はね、ちょっと贅沢なパンケーキミックス、ホットケーキミックスを使うんですけど、何でも大丈夫です。だいたい1袋 200g になってるんで、そのまんま使っちゃいます。溶かしたバター 50g、 柔らかくしたやつを混ぜます。ここでさっくりと、これもいっぺんに入れちゃって大丈夫です。ある程度混ざったらチョコ、僕はもうこれ1枚全部入れちゃいます。で、丁寧にやる人は先に刻んどいてもいいです。僕みたいに雑な人は手でこうパキパキに折っちゃって入れちゃってください。なんかね、結構僕何でも丁寧にやりそうに見られちゃうんですよね。なんでだろう、イメージってそういうもんなんですかね。本当すっごい大雑把だし、すっごい適当なんですけどね。なんだかな、まあいいんですけど、まあ、ざっくり混ぜます。
雑に作っても美味しい。もうぜひだからスコーン、ホットケーキミックス使ったスコーン、この作り方は男性に作ってもらいたい。なんかお菓子って多分敬遠すると思うんですけど、最近 お菓子男子いっぱいいるもんな。ほんと簡単なんで、お父さん子供に作ってあげたら評価上がりますよ。でこのぐらいに丸めて、大体でいいです。これも大丈夫です。でこれはね、多分ね、本当はね大きさ揃えた方が焼きムラが少ないんでいいんですけど、揃えなくても大丈夫です。意外とできちゃいます。こんなもんかな。大体20分ぐらい、オーブンによってちょっと焼き方変わるんで15分ぐらいで確認した方がいいかも。20分いきます。これで待つだけ。ちょっとコーヒーでも飲みたいな。あー、いい匂い。できた。上手にできてるかな。あ、いい感じじゃない。ちょっと熱いな、これさすがにな。ちょっと待ってください。これでも可愛くないですか。これミトンな気がする。これで出しちゃいます。あ、ぴったり。あ、かわいい。よいしょ。どうでしょう。あー、いい香り。そういえばなんですけど、オーブンで思い出したんですけど、僕ビリビリさんでマイラブマイベーカーっていうドラマ出てるんですけど、見てくれた人っているのかな。いる。ありがとうございます。ビリビリさんでマイラブマイベーカーっていうドラマに出演してるんで、まだの方はよかったら見てください。いただきます。うまい。三連も欲しいな。うまい。おかわりください。おかわりしてもいいですか。